家電販売のフロア、見慣れない縦長のボックスが目を引きます。すごい疲れてたら寝れると思いますよ。すごい楽です。いいです。全然寝れますね。え、この中で寝る？中を見せてもらうと、このように立ったまま体を支えているようです。実は短時間の仮眠パワーナップのために開発されたもの。積極的仮眠が脳のパフォーマンスを向上させるという研究結果があるんです。海外からの注目も高く、この日はイギリス国営放送 BBC の取材が。アメリカの大学や航空会社などからの問い合わせも多いそうです。この箱を開発したのは北海道旭川の合板を製造加工する会社、タッチ寝ボックスジラフナップ。立ったまま眠るキリンからのネーミングなんです。箱の中で寝る仕組みは、体験してみます。まず足の裏を当て膝の場所を決め、お尻のパッドの高さ、アームレストの高さも調節。この重力のままストンと収まってるような感じです。ボックスに入って20分。おはようございます。おはようございます。すごくすっきりできる感覚があります。短い仮眠には横になるより立って寝るのがちょうどいいと言います。長く寝ちゃうとですね、どうしてもその深い睡眠に入ってしまうということで、立って寝ることによって深い睡眠にも入らない。だいたいその15分から20分ぐらい。とはいえ、立ったままでは眠れないのでは。座るというようなイメージより、ベンチにですね、もたれかかるような脱力できるポジションっていうのが必ずあるんですね。そう、キーワードは脱力。そのために重要なのはシートと膝の角度、そして前後の距離感。立ったままで脱力できるポイントを試行錯誤の末見つけ出しました。実は元々のアイデアを持っていたのはオフィス家具大手の伊藤忌です。人をですね、立って立位姿勢で保持するためにですね、上半身と臀部、お尻部分と膝を、この3点を支えるっていう、ちょっと市場性がなかなかその時は見出せなくて、企画の提案に至らなかった、使ってない特許ですね、いわゆるその休眠特許って言ってますけども、そういったものを持ってるんだけど活用できてなくてもったいないよね。2021年に知的財産のマッチングイベントに参加、広葉樹合板と出会い、ライセンス契約を結びました。ぜひ商品化してみたい。広葉樹合板は非常に前向きだったといいます。世界にないものなんですね。ぜひこれはトライしてみたいなと。商品化できるかどうかはやってみなきゃわからないなと。ただやらなかったら始まんないなと。ジラフナップの価格は設置料込みで300万円。販売開始は来年1月ですが、仕事の効率を上げたい企業からすでに数百件の問い合わせが来ています。働き方改革が進む中、睡眠の質を高めるための技術や製品を指すスリープテックに注目が集まっています。日本は先進国の中でも睡眠時間が短く、睡眠の質を高めて社員の生産性を向上する動きは企業にとっても重要になっています。